ブルベリーズの野原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入の方は、オンラインストアのみとなっております。ご了承ください。お問い合わせはベルベジンウェブストアの方にお願いいたします。これから紹介する商品は9月3日の夜21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方チェックお願いします。それでは、こちらパタゴニアのスナップティーですね。タグの方がこちらになってます。レジスターの方ですね。サイズ表記が L 表記です。チャコールで合わせやすいかなと思って選んだんですけど、サイズ表記 L なんで、僕はちょっとゆとりがあっていいサイズ感で着れますね。で、後ろも割と綺麗な方です。フリースの状態も決して悪くはないのでおすすめかなと思います。スナップもそうですね、死んでないので、本当スナップ死んでるのが結構多いんですけど、スナップって言ってこれに関しては問題ないと思います。こちらの方で9800円に消費税です。続いてもう1枚パタゴニアスナップティーですね。こちらは雪なしの方です。でサイズ表記はこちらも L 表記になってます。こちらの胸のピースネームの方も雪なしですね。こちらもネイビーでサイズ表記 L なのでちょっと大きめに、まあ本当今っぽい感じですね。合わせやすくていいかなと思います。僕でまあさっきと同様ですけど、ちょっと気持ち余裕があるぐらいのサイズです。こちらも後ろは割と綺麗な方ですね。こちらも程度はいい方だと思います。こちらもお値段9800円に消費税です。続いてセーターから LLB のバードワイバーザイですね。サイズ表記が L 表記です。バードワイ本当に人気なものなので割と程度もいいですね。 L 表記なんで僕余裕があるサイズです。アームも太くて、まあ、今っぽい感じでいいですね。セーターはアメリカの方で毛玉取りとかもやってるんで結構状態としては綺麗な方だと思います。こちらで7800円に消費税になってます。続いてもう1枚セーターですね。まあ、ちょっとインパクトあるんですけど、カエルが前面に入ってます。でタグはこちらですね。グレートブリテン製になってます。サイズ表記 L です。まあ、L で縮みもあんまり出てないと思うので僕がちょうどいいサイズ感に着れますね。後ろにも全部カエルが入ってて、まあ、なんか可愛いですね。状態もいいと思います。こちらで7800円に消費税になってます。もう一枚セーターなんですけど、こちらはアイルランド製のいいセーターですね。サイズ表記42になってます。形めちゃめちゃいいですね。これ42表記なんで、でなんか縮みが出てないっていうのがあって僕着てちょっと大きめになると思います。まあ、このチャコールの色味も本当いいですね。後ろもこんな感じです。なんかちょっとそのネップっぽいようなのが入ってて、なんかそれが珍しいかなと思って選びました。ダメージも特にないですね。こちらの方で9800円消費税です。続いてジャケットでウールリッチのウールジャケットですね。タグがこちらです。サイズ表記40ですね。個人的にも好きなんですけど、このオンブレシャドウチェックになってる柄がめちゃめちゃいいと思いますね。形自体はマッキーのタイプになってるんですけど、フルジップなんて着やすいかなと思って選びました。サイズ表記40なんで僕着てちょうどいい感じのサイズ感です。本当もうこれに関しては色味ですね。こういういい色のものって本当少ないので
なんか程度もウールモンってやっぱり程度悪いのがこう穴開いてたりとか虫食いだったりとかっていうのが多いんですけど、これに関しては程度いい方だと思います。後ろもこんな感じですね。こういう作りになってます。こちらの方で9800円消費税です。続いてボアジャケです。こちらリーバイのサイズ42ですね。ボアの状態がすごいいいですね。これはなおかつ色味もインディゴっぽいような色になってるのでかなりいいかなと思って選びました。サイズ42なんで僕はちょっと余裕はあるサイズ感になってます。まあ、ちょっとボアなんで、まあ、今着るかってなってくるとちょっとまあ先延ばしになっちゃうんですけど、まあ、本当先取りっていう意味ではいいかなと思います。で後ろがこんな感じですね。まあ、全体的にいい色に仕上がってるかなと思います。こちらで 12,800円消費税です。続いてもう一枚ボアジャケなんですけど、ちょっとまあ言っちゃったらのっぴりしたような色にはなっちゃってるんですけど、これの特筆すべきところはサイズ表記50ってところですね。こんなサイズなかなか出てこないと思います。50表記なんで僕合わせるともう幅がすごいですね、うん、こんなサイズ本当数枚見たかどうかぐらいだと思うのでめちゃめちゃいいと思いますね。全体的に程度はいい方だと思うので割と綺麗な状態ですね、うん、こちらの方で 12,800円消費税です。続いてベストからノースフェイスのダウンベストです。タグがチャタグの USA 表記の80年代ですね。最速 XL です。 XL なんで結構大きいですね。僕着ても全然余裕あるサイズになってます。ダウン結構詰まってる方だと思います。後ろも綺麗ですね。ボタンは普通のシルバーのボタンなんですけど、程度がすごくいいので選びました。こちらの方で9800円消費税です。続いてフリース、パタのフリースですね。レトロ X のベストです。こちらでサイズ表記が L 表記になってます。こちらですね。 L 表記なんでサイズ自体は僕すごいいいサイズかなと思います。僕が着てちょうどいいサイズですね。普通にスウェットとかの上にも着れるようなサイズ感になっていると思います。このハンターの色味がいいですね。後ろこんな感じです、まあ、特に大きいダメージはないのでいいかなと思って選びました。こちらの方でお値段が 12,800円消費税です。もう一枚レトロ X ですね。こちらバッキバキですね。サイズ表記の方が L 表記になってます。このフリースがもうほんとピンピンの状態なのですごいいいですね。ナチュラルの色もやっぱり人気あるので、ほんとお好きな方はすぐ即決してほしいですね。 L 表記なんでさっきと同様ですが、僕が着てちょっと余裕あるいいサイズです。後ろもほんともう数回水が通ったぐらいの状態になってます。綺麗ですね。こちらの方で 19,800円に消費税になってます。もう一枚、今度はベストじゃなくてフリースのジャケットですね。こちらもレトロ X です。タグがこちらの表になっていて、サイズが L 表記です。こちらもだいぶ程度いいんですよね。フリースがもう柔らかい状態です。本当にまだこちらも L 表記なんで僕着ても余裕があるっていうサイズ感になってますね。ちょっとまあ気持ち大きいですかね。まずスウェットリバースとか着ても下に着ても全然着れるようなサイズ感になってるので、かなり使い勝手はいいんじゃないかなと思います。
後ろも本当めちゃめちゃ綺麗です、うん、こちらの方で 19,800 円消費税です。続いてレトロ X 古い方ですね。タグがこちらの方で90年中頃ですかね。サイズ表記が L 表記になってます。レトロ X に関してはもう古いとポケットがこういう風な仕様になっているのでもうパッと見で分かりますね。色味もいいですね。サイズ L 表記なのでちょっと僕余裕がある、少し大きめのサイズ感になってますね。袖もちょっと長めです。ちょっとそのフリースの程度自体はそのやっぱ肘のあたりですかね、ちょっと潰れちゃってるんですけど、まだ全然そのダメージとかは特にないので全然まだまだ着れるっていう状態にはなってます。こちらの方で 19,800 円に消費税です。でもう一度パタゴニアのフリースからグリセードですね。この配色珍しいですよね。サイズ表記の方がグリセードはこちらにタグがついているのでサイズ表記は L 表記です。S3 なので93年ですかね。こちらのフリースの状態自体はまあいいとは言えないんですけど、やっぱグリセードかなり人気はあるので本当もうお探しの方はすぐ決めちゃっていいのかなと思います。 L 表記なんでグリセードの L 表記はちょっと僕少し余裕があるサイズ感になってますね。まあ、でも本当に今っぽいその大きめのサイズ感で着るのもありかなと思います。まあ、この色味なんでヴィンテージのデニムにもめちゃめちゃ合うと思うのでぜひよかったら。お値段の方が 29,800 円に消費税になります。続いて毎回ご好評いただいてるんですが、ブラック357サイズ表記がスモールレギュラーになってます。まあ、これもついてるのでもうお分かりだと思うんですけどデッドストックになってますね。こちらのブラックサンオーナーですね。97円のものですね。まあ本当定番なのでもう細かいこと言うのもあれかもしれないですけど、まあスモールレギュラーで僕ちょうどいいサイズです。まあ、一番この辺が需要多いんじゃないですかね。まあ、なんかデッドっていうところもあってもう本当ピンピンです。こちらで9800円消費税です。同じくミリタリーからなんですけど A2 デッキですね。このリフレクターがついてるのがちょっと特徴ですね。後ろにもついてます。なんかステンシルも入っててかっこいいですね。こちらで、表記の方が L 表記になってます。ちょっと破れちゃってた、まあ、使用感は多少あるんですけど、まあ、それはそれでかっこいいかなと思います。A2 デッキの L 表記なんて僕は正直ちょっと大きめです。ちょっとリブ袖のリブが少しダメージはあるのですが、こっちもそうですね、ちょっと破けて、あとはボタンも全部ついてますしジッパーも生きてるので、まあ、全然着用に問題ないかなと思います。こちらの方で 12,800 円消費税です。もう1枚 A2 デッキですね。こちらの方でサイズ表記は M 表記になってます。ちょっとまあ胸の中そのネームですかね、その多分当時その書いたものになっているとは思うんですがが入っていて、後ろも今度は違ったようなステンシルが入ってます。これはこれでかっこいいですね。A2 デッキの M なんで僕はちょうどいいサイズですね。これもボタン全部あってジッパーも生きてるので程度としては悪くないかなと思います。リブもこれに関しては結構綺麗なんですよね。こんな感じです。
こちらもお値段の方が12,800円消費税です。続いて MA1 ですね。古くはないんですけど、当時のアルファのタグがついてますね。まあ、要はデッドストックってことですね。こちらの方で、サイズ表記が L 表記になってます。まあ、ピンピンですね、本当。MA1 の L 表記なので僕はちょっと大きめですが、この辺こそ本当今っぽく着るようなアイテムだと思うので、まあ裏もこんな感じで、もうまあ本当新品の状態です。かなり綺麗ですね。こちらの方で12,800円消費税です。続いては N2B、こちらが黒タグのものになってるんですよ。こちらの黒タグですね。だいたい60年代中頃までこういう黒タグって使われてるんですけど、これに関しては61年会計になってますね。なんか本当程度がこれはいいですね。このフードのあたり見てもらえればわかるんですけど、このファーのところとかもすごい綺麗に残ってるので程度がいいかなと思います。なんかサイズ容器 M っていうところで、まあ、やっぱ需要は多いかなと思います。こういうフライトジャケットってやっぱ着丈が短い作りになっているので、まあ小さめのサイズよりは絶対大きめの方がかなり使いやすいかなと思います。後ろもこんな感じで割と綺麗な状態ですね。ちょっとリブの方だけ少し穴はあるんですけど、なので着用には問題ないかなと。これもボタン全部ついてて、ジッパーもいってるので、いい状態ですね。こちらの方で19,800円に消費税になってます。続いてヴィンテージいきます。カータースのデニムですね。ボタンがこちらです。スナップですね。で、ジッパーがグリッパーのジッパーになってます。で、これちょっと珍しいのが、中にライナーがついてるんですよね。しかもこういったライナーです。この配色ちょっと珍しいと思うんですよね。普通なんかネルっぽいような生地だって、色味のやつだったりするんで、タグも内側のこっちについてますね。後ろの方がこういう感じです。ワークっぽいペインターっていう感じの作りになってますね。ちょっと裾だけほどけちゃってるんですけど、こちら大丈夫ですね。股の方は全然しっかりダメージないので、こちらで年代でいうと50年代ぐらいですかね。サイズ実寸が30ニックになってます。僕でちょうどいいくらいのサイズですね。こちらの方で29,800円に消費税です。続いてダブル X いきます。こちらはトポタシルバーで501ですねの Z、こちらタロンのジッパーですね。まあ、ちゃんと隠しリベットの方もついてます。でスレーキのリベットはカッパーです。いい色ですね。本当。で、またはリ、特にリペアはちょっとあるんですけど、ダメージっていうダメージはないですね。縦落ちは綺麗に入ってて、まあ、いわゆるダブル X らしい色になってます。後ろもタグちゃんと残っててっていう状態ですね。で、ベルトループがずれてるので、まあ、60年代の頭の方ですかね。裾もすいません、こちらはオリジナルの裾になってます。ちょっとその後ろの方ですね、すれはあるんですけど、こちらもそうですね。サイズの方が実寸で3132になってます。気持ちレングス長めではあるんですけど、このサイズハマる方全然いると思うので、
お探しの方はこの機会にぜひ。お値段の方が15万8000円消費税になってます。いいですね。で続いてもう一本ダブル X ですね。こちらは501のダブル X です。で隠しリベットもついていて、でこちらもスレーキのリベットカッパーです。でこちらが、ベルトループズレの、こちらの方が足長アールが使われてます。なのでギャラの年代に当たるものになると思いますね。ヒゲの感じすごいいいですね。めちゃめちゃいい色だなと思って選びましたね。これはあちらその、まあ、ちょっとですけど、まあまあいい色に仕上がっていると思うので、まずこれのいいところはダメージリペアがほぼないところですね。その裾多分折って入ってたんでしょうね。ちょっと跡はついてるんですけど、まあその生地が薄くなってるぐらいで全然なんかダメージっていうダメージは繋がってないので、全然まだまだ履けるっていう状態になってます。めちゃめちゃいい色だと思います。こちらで実寸の方が3633、ちょっと大きめではあるんですけど、まあ、でもこれはこれで本当も色がかっこいいのでいいと思いますね。こちらの方でお値段17万8000円消費税です。青木です、よろしくお願いします。続きましてこちらドクターマーチンの3ホール、こちらメイドインイングランドですね。左側だけ少しソール減ってるんですが、まだまだ全然履ける状態です。サイズの方が6ですね。女性のレディースのサイズになります。こちらかなり程度もいいので、全然まだまだこれから全然は、履き潰していけるかなと思います。こちら、サイズ6で7800円に消費税です。続きましてこちらもマーチンの3ホールですね。こちら裏のソールがかなり状態いいですね。こちらもメイドインイングランドです。こちらはサイズが5ですね。こちらもレディースのサイズになってます。こちらは少しユーズド感あるんですけれども、マーチンはもう本当にくたくたになるまで履き潰した方が僕はかっこいいかなと思います。こちらで7800円に消費税です。続きましてこちら US アーミーのジムシューズ、1945年のデッドストックになります。こちらでサイズが10ですね。中にインソール履いていただけたらいいかなと思います。僕個人的にすごい色かっこよくておすすめですね。こちらで15,800円に消費税です。続きましてこちら J. クルーのボーダーのポケット T シャツになります。こちら新品の状態になります。こちらで、サイズがミディアムですね。こちらいつもウェブストアに、出させていただくと、毎回売れております。色も、グレーとネイビーでかっこいいですね。こちらで5,800円に消費税です。続きましてこちら企業もののヒューレットパッカードの T シャツになります。こちらプリント染み込みです。デザインいいですね。こちらタグがスクリーンスターズの XL5050 です。こちら裏も状態いいですね。こちら XL なので僕が着てゆったり着れるサイズです。こちらで5,800円に消費税です。続きましてリーバイスのロゴ T シャツ、こちらヘインズの80年代のヘインズの、M サイズ5050ですね。こちらも裏も状態いいです。こちら M サイズなので僕が着てジャストですね。こちらで7,800円に消費税です。続きましてザ・オリジナルって書いてあるんですけど、
ビッグボーイのパロディの T シャツですね。ちょっとここ片方外れてたり、ちょっと半分食べちゃってたりとかで可愛いデザインですね。こちらフルーツオブザルームの L サイズ、裏も状態いいですね。こちら L サイズなので僕が着てちょうどいいサイズです。こちらで7800円に消費税です。続きましてこちら1991年に起きたロドニー・キング事件というその時の T シャツになるんですけど、黒人差別を反対する運動の時のものだと思います。こちらプリントも染み込みで、タグが表記 L ですね。こちら裏少しここにシミがあるんですけど、ボディの状態はいいです。じゃ表記 L で僕が着てちょうどいいサイズですね。着丈短めの身幅があるんでシルエットよく着れると思います。こちらで6800円に消費税です。続きましてこちらロッキー&ブルウィンクルっていうアメリカの、テレビアニメの T シャツになります。こちらボリスとナターシャのプリントされてますね。こちらちょっと穴があるんですけれども、こちらナターシャ、カートコバーンもナターシャ単体のもの着てたりしてて、こちらも有名ですね。こちらサイズが 100% コットンで L サイズ、裏は状態いいですね。こちら表記 L なので僕が着てちょうどいいサイズですね。じゃ秋頃にカーディガンの下とかに着ててもかっこいいかなと思います。こちらで9800円に消費税です。続きましてこちらツイスターの T シャツですね。これなかなか見ないですね。こちらあの体を使って遊ぶゲームで皆さんやったことあるかなと思うんですけども、こちら、モノポリーとかもあるんですけど、ツイスターはまあ見ないですね。こちらでしかもタグもいいタグついてます。スタンリー・デサンティスです。サイズが L サイズ、スタンリーの L で僕でゆったり着れるサイズ、いいサイズ感ですね。こちらもプリントめちゃくちゃ可愛いんでおすすめですね。こちらで 19,800 円に消費税です。続きましてマトリックス、レボリューションズ、こちら、マトリックスの、3作品目ですね。2003年公開のマトリックスの T シャツになります。こちらデルタの2枚タグで XL ですね。こちらデルタの XL、 ゆったり僕がゆったり着れるサイズ感になります。こちら、プリントがもう本当に映画のタイトルだけのシンプルなプリントになってるんでかなり着やすいかなと思います。こちらで 12,800 円に消費税です。続きましてレザーバードックス、こちらデッドストックですね。こちらが、ジャイアントタグのサイズ、 XL サイズですね。でタランティーノのデビュー作で有名ですけど、音楽とかもかなりかっこよくて僕好きな映画ですね。こちら XL なんでちょっと大きいんですけど、デッドストックなので、乾燥機かけていただいたらちょっと縮むかなと思います。こちらで 19,800 円に消費税です。続きましてビジョンストリートウェアのショートスリーブシャツ、開きのやつですね。こちらスカルのプリントですね。青と黒でめちゃくちゃかっこいいですね。いろんなパターンもあるんですけど、だいたい店頭で即売れしちゃいます。こちら M サイズなので僕が着てちょうどいいサイズだと思います。着丈短めの今っぽいシルエットですね。裏にも背中のところにビジョンのワッペン貼ってますね。状態いいですね。こちらで 19,800 円に消費税です。続いてこちらチャンピオンのリバースイーブ、シュータグの XXL、 こちらプリントラバーの3段、 XXL なので僕がかなりゆったりするサイズですね。全然こういう着方してもゆったり着て可愛いと思います。
バックの状態もいいですね。こちらチャンピオンのシュータグ WXL で7800円に消費税です。続きましてこちらヴィンテージのレザーベルト、おそらく70年代頃のものと思います。片押しですごい綺麗な柄ですね。こちらサイズが34インチになります。デッドストックなのでもう本当にピンピンですね。こちらで6800円に消費税です。続きましてもう1本、こちらもヴィンテージのレザーベルトです。こちらはジャック・ダニエルの片押しになりますね。こちらも新品の状態ですね。こちらインチの方が36インチです。こちらで6800円に消費税です。続きましてフィッシュテールのデッドストック、こちらサイズがちょっと M ですね。ライナーもついてます。ここら辺は本当に最近価格が高騰してきているので買うなら本当に今じゃないかなと思います。昨シーズンもかなり流行ったのでまた今シーズンも来るんじゃないかなと思いますね。 M サイズなので僕がちょっと大きいサイズ感になりますが、大きくても可愛いと思います。こちらで39,800円に消費税です。そして最後に黒のレーシングジャケットになります。タグがスイングスターでサイズ表記 M サイズ、こちらキルティングになりますね。でワッペンと刺繍ついてて状態めちゃくちゃいいです。裏も状態いいですね。ちょっとここに穴があるんですけど、もう本当にボディの状態はいいですね。こちら M サイズなので僕が着てちょうどいいサイズになると思います。やっぱ黒はやっぱかっこいいですね。こちらで9800円に消費税です。本日の商品紹介は以上になります。ベルベージンの方で買い取り委託販売の方も行っておりますので、お電話お問い合わせいただけましたら対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。昨日うちの藤原店長の方から G ジャン本の発表の方がありました。それと同時にですね、こちら501のパンツの方ですね、こちらの通常版の増刷も決まりましたので合わせてご予約いただければ対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。